はい、皆さんこんばんは。こんばんは、今日もイングレスゴーラジー始まりました。はい、今週も、はい、いろいろとニュースあるんですけども、まずは、うん、自己紹介からいきたいと思います。オペレーターは今日も北部から参りました、うん、イングレスはレジスタンスのレベル15、うん、ポケモン GO は青チームのレベル確か34のウアンです。よろしくお願いします。はい、はい、同じく北部から参りましたシーケです。イングレスはレジスタンスのレベル8。え、8、うん、まあリカージョンしてるのであと10万です。そうなんだ、はい、ポケモン GO はインスティンクト黄色チームのレベル40です。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、わはい、北部から参りました CCD コムです。イングレスはレジスタンスでレベル15、ポケモン GO も同じく青でレベル35です。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。短い今日は、ね、ちょっと電池がないのかな拍手マシーンがね。ということで、うん、今週はまあまあ先週から、ね、いろいろとニュースが続いてますけど、なんだかんだとこうイベント満載だったね。イベント満載で、うん、はい、というか最初はアノマリー、アノマリー先週だったよね。あ、違う、あれは先々週か。うん、違う、先週デイワンは、先週、うん、土曜日、日曜日でしたっけ。土曜日、うん、土曜日ですね。日曜日と混乱してるな。うん、とりあえずトータルで、うん、レジスタンスが辛くも勝ちました。6対5で、6対5、うんうん、これもね、あのグローバルチャレンジが、うん、取れなかったら、うん、負けてたという、うん、あれはちょっとびっくりでしたね。まあ、グローバルチャレンジ、まあ2点だったからね、配点がね、うん、ユニークポータル、キャプチャーという形で全世界で、うん、この期間中、このデイワンの期間中にどれだけ陣営分かれて、うん、なんだっけ、うん、ポータルをキャプチャーできるかってことで、うんうん、やってたんですけども、うん、でそれでこのあのレジスタンスが取って2点取って、うん、グランドでは負けてたんだけどね。そう、そう考えれば、うん、4対5で、うん、だからああもうこれはと思って私も寝てしまったんだけど、うん、起きたらああグローバルチャレンジ勝ってたから6対5になってるなと思って、うん、ちょっと驚きましたけど、まあ、そうだね、グローバルも勝ってるかなと思いながら、うんうん、やってたんですけど、うん、どうか新勝からこ、うん、で次回なんだっけ今回のやつは、うん、ダルサナじゃなくダルサナでいいのか、ん、今回のプライムはダルサナプライム、ダルサナプライムの、うん、デイ2は、うん、3月の、23日かな、うん、ちょうど、うん、1ヶ月後にあるんですけども、でこれは東京が今回入ってて、うん、でその時のグローバルチャレンジ、同じチャレンジは、うん、1点なので、うん、正直言って、うん、ギリギリです。まあその分、はい、現地会場の方でしっかり、そうですね、現場で頑張ってもらって、ね、やらないといけないっていう、うん、ということで、うん、あれ自己紹介でさらっと言っちゃいましたけど、今日は HMS エジンコートさん、うん、まだいらっしゃってないみたいですけど、着いたかないの、あれ、うん、ちょうどね車が1台来て、うん、ちょうど普段はね、あの、うん、この FM ウルマのスタジオ、うん、あの外から見れないように見えないように、うん、横断幕かかってるんですけど、うんうん、今日は横断幕少し上がってるので、だいぶ透けてますね、はい、あの外から見えますこっちも外が丸見え、ね、意外と見える、久しぶりこういうの、うん、なので、今 FM 車に来ると、うん、生で僕らが喋ってるのが見えます、うん、外からチラチラも、半袖の半袖の、てか今日も渋滞してましたね、高速道路、うん、あ、そうですか、うん、まあ、今日はちょっと車の方が調子悪くて、はい、台車だったんですけど、台車のおかげで、うん、せいで、うん、ETC が使えなくて、そう、うん、久しぶりに並んだ、なんか、うん、普通に並ぶと、ちょうど石川のインターがね、やっぱ、うん、
ETC 使えないとあそこだけで30分近く並んでだからね、7時前に並び始めて結局出たのって7時20分だったじゃない20分だったからそうなんですか、うん、みんな左に寄ってくるそう左に並んで普段ね ETC だとスーッと行くからそういうことですか、うん、左にいつもの車じゃな いつもじゃないから、ね、あらいらっしゃいお疲れ様ですちここちこということで、自己紹介よろしくお願いします早速ここ飲み会場じゃないですか駆けつけ一杯みたいな駆けつけ自己紹介で南部から参りました、イングレスはレジスタンスリカージョンしてまだレベル9ポケモン GO は、土地ミスティック青チームでレベル30に変わらず HMS エンジンコートですよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや本当に本当に慌てていや混んでたやはり混んでた今ちょうどだから混んでるよねと話して私の時間は大丈夫でしたね、うん、北向けか車体方向めっちゃ混んでたあ下の道路、うん、下道、まあ、下道も混むだろうなあそっかちょうどこっちの方ここに向かうって言ったら那覇からの下り方向は混むと思う、うんうん、で高速道路は逆に、うん、なんだっけ名護から工事がね工事もやってるし名護から那覇向けの上り車線が結構混んでて、うん、一応下りも走ってるんだけど観光客が多いやっぱり、うんうん、時期ですな時期なのでしょうがないです、うん、もう3月、そろそろ入るんで、交通事故には気をつけましょうそうだね、うん、もう車月末だからちょっといろいろと忙しいだろうしあの旅行客もいっぱい来ると思うので、うんうん、おー行くぞ何をしている、うん、あのでもないですもしかしてあのポケモン のカメラを試しているあのゴースナップショットだったなんだっけ正式名称がほとんど触ってないのバレバレいやなんちゃらかんちゃらGO がつくから、うん、GoPro って思ったけど GoPro じゃないよねGoPro じゃないポケモン GO の GO だよねなんだっけあの新しいカメラの名前急にすいませんいやいやいやさすがに37分で茶壇の端っこで間に合おうわなまあそうだね GO スナップショットで合ってます GO スナップショット GO スナップショットということで、うん、新しい機能が加わって、うん、そういえばポケモン GO といえば、はい、今日はなんだっけなんか記念日なんだっけらしいですなはい、うん、それはちょっと待ってね、うん、ポケモン誕生日ということでおこれ確かポケモンが生まれた日というかまああのポケットモンスター、赤と緑、うんうん、いわゆる初代だよね、うん、初代が発売されたのが、うん1996年の2月27日。96年、うん、96年か2006年、2016年、23年前です。ああそうか、うんね、発売されたということでポケモン誕生の記念日ということで、うん今日から、うんまあ、今日からというか今日明日かな28日まで、うんイベントがありまして、うん、ポッポやコラッタ、うん、キャタピーといった、まあ、一番最初からいる、うんモンスターや、うんポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴーイーブイの冒険の序盤に登場するポケモンたちがいつもよりたくさん出るという。おでこれのいいところは色違いが結構あるという、 うん、ただ普通に出るだけじゃなくて色違が出るということで、うんだったりあとは花飾りをつけたピカチュウとイーブイ。そう、この時に1匹出たのに逃げられちゃったよ。でこれが、まあ、あのフィールドリサーチのリワードや野生で登場というフィールドリサーチでも取れるということなので、ね、フィールドリサーチでも、うん、そうなのか、うん、フィールドリサーチのリワードを、まあ、達成したらね、うんで運が良ければ色地のポッポやコラッタにも出会えるという話なので、今日から今からまあ明日の早朝という話だったんだけどね今日中で捕まえないといけないんだ。そう期間書いてないので、うん、皆さん頑張って撮りましょう、ね、期間限定なので花飾りピカチュウ花飾りイーブイは今回初だよね。そうだね、うん、帽子かぶってるのは今までよく見るんだけど、そう帽子はね、うん、なんだっけサンタピカチュウやら、あそうそうそう、うん、基本的に何かかぶりもんばっかりでしたからね、うんうん、花飾りがちょこんとでピカチュウかぶりもん言うなって言われそうだわ、ピカチュウピカチュウ、うん、ただ花飾りピチュウは、うん、なんかいるのかななんか見当たらないというちょっとハングアウトにはあったんだけど、なんかね噂だと出てないみたいっていう、うん、場に出るんですかピチュウも。いや今回イベントに書いてあるのはポッポコラッタキャタピーまあ、あとピカチュウ、イーブイが出やすいという、ピチュウはいつもの通り卵からか、
じゃないかな。あ、そうか、卵から。卵から出たらいいなと思うけど。この時期に獲得した卵から帰れば運良ければいかれやく。まあまあ、これ未確認情報ですけど。いつものパターンだとそれかな。あと、今回、始まったというか、あの、ゴースナップショット。なんかやっとるな。意味不明な供述をしてる人がいらっしゃいますね。あの、今回ゴースナップショットが、あの、写真撮影ができるようになって、うん、まあ、AR プラス使ってる方だと、まあ、うん、あの、拡大やら縮小やらできますけど、うん、あの、普通の AR でも真ん中の方で撮影できますので、あの、今までのね、あの、捕まえるのではなくて、うん、あの、自分が持ってるポケモンと一緒に、うん、または写真が撮れるよと、うんうん、うわーん、旅猫さんがハングアウトにあげてるけど、はい、いや、お花ついた EV 超かわいいな。何を見てるかと思った。かわいい。おお、え、アンノーンが出たんですか。いや、手持ちのアンノーン。あ、手持ち、あ、はい、へえ、イオンで。あ、そうなんだ。読んで土曜日にあれしたやつです。名古屋ジャスコ、うん、はぁ、あ、はぁはぁ。で、この、うん、そうそう、カメラの機能に関してはこれ旅猫さんのこれ映り込んでるね。ベレー帽をかぶったこの緑の尻尾のポケモンが、うん、ドーブル、うん、ドーブルが映り込むという、あの、新しい、あの、ポケモン GO のアプリの、うん、オープニングに、うん、ちょうど、あの、なんていうの、ゴースナップショットでこう、うん、撮るシーンがあるけども、うんうんうん、で、そのシーンにこう一生懸命ベレー帽をかぶったやつが映ろうとしてるのが、うん、あれがドーブルです、うんうん、あれクラスに一人は絶対いるよね。集合写真で絶対わって出てくるわって出てくるやつね。そうそう。で、これが今度から捕まえられるということで始まったんですけども、うん、これの出現方法が、うん、ゴースナップショットで、うん、写真撮った時に、うん、映り込んだ場所で、うん、このゴーブルがたまに映り込むらしいんですけど、うん、で、映り込んだ場所で、うん、まあ、ゲーム画面に戻ると捕まえられると、うん、それはカメラを使わざるを得ないんだよね、うん、ナイアンテックすげえと思った。でね、連写してもね、うん、あの、映るとしたら最初の1枚だけということなので。あ、そうなんだ、うん、なんだか連写してもあまり関係ないよと。あ、まあ、この辺は別の、あの、いわゆる攻略サイトからの情報ですけど、なので一匹一匹丁寧に写真を撮っていくと映るよと、映り込むと、映って映り込んだらその場で撮れるよと。みんなカメラバシバシ。ちょっと私もじゃあ AR コアフォア Google インストールしなさいって言われた。うん、AR コアフォア Google インストールしなさいって言われて、もう、はい、入れられるのはいいね。あの、今からのやつは新しいのは Google の AR コア、これか、新しいやつって。そう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 、うん、あの、オープニングにようやっと、うん、アップデートしたからようやっとできた新しいのがセレビにしよう、うん、出てきますので。で、うん、面白いのはこのドーブルって、あの、まあ、芸術系というか美術系のポケモンらしくて、性能というか、技というのは、うん、その一緒に映ったポケモンの技をコピーして、うん、出てくるらしいです。なので、なんていうのか、技を、いい技を覚えてるポケモンの、うん、スナップショットを撮っていって、うん、運よくドーブルが出ると技をコピーするよと。そうというか、同じ機能でメタモン出てこないかなと思うんだけどね。回り込めるのか。AR コアだと、AR プラスかな、あの、ポケモン GO の場合は。AR プラスって言い方だよね。どうぞ。はい。セレビ？あの、ポケモンとの距離が近すぎますとか言われるんだよ、これ。え、そんなの言われるの？言われるよ。久しぶりにポケモンなんでもない。近づきすぎるとね、あの、ボケもするんだよ、これ。あ、そうなんだ。いいな、AR コア。へぇ、横でも撮れる。あら。あ、本当に横にしてる、うん、ということで、今まではポケモンを捕まえる時にしか AR ってあまり使わなくて、うん、あの、捕まえる、なんていうのかな、うん、難易度が上がるからやる人少なかったんだよね、うん、AR をオンにするってのは、せいぜい写真、まあ、写真というか、うん、あの、綺麗な背景の中で撮ろうとかっていう時にしかなんないけど、うんうん、慌ててる時って普通 AR 使わないんだけど、うん、そうね、うん、で、今回の、ゴースナップショットに関しては、捕まえたポケモンの、うん、を写真で撮れるよと。
いたので、あの一緒に写真が撮れたり、まあ、ただあのいわゆるカメラでインカメラというあの自撮り用のカメラでは無理なので、あのちょっとテクニック必要ですけど、普通に、そうそうそう、普通に普通に外側からこう写真を撮る格好、外側から、すごい分かんない、うん、あ、そうだからさ、このあのポケモンの下にうっすらこう影があるのが私はすごいなと思った。それで影ができるから本当にそこにいるみたいに見えるじゃない、うんうん、あのそう普通の AR でもそういうように撮れるので、うん、あの意外と面白い写真の撮り方ができるかなと、うん、で AR コア、Android の場合は AR コア、うん、iOS の場合は何だっけ、AR キット違う、うん、何でしたっけ、うん、何でしたっけ、まあ、あの新しい AR 機能を使って、まあ、ポケモン GO でいうとこの AR プラスを使うと回り込めたり、拡大、うん、拡大縮小というか、うん、で中心からちょっとずれたりとかってできるので、 AR キットですね、うん、すごい、あのその機能がある、うん、端末で撮影したらより楽しめます、うん、で普通のでもね、あの AR プあの Android でいうところ の、 あの、うん、AR コアが使えない、うんうん、普通の端末でも今回のちょっと面白いかもしれない、うん、そうね、私の入ってないけど普通に、うん、あのスピーカーの上に乗っけてみたり、うん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 、あのうちらだとこの目の前の、マイクの上にとか乗っけられるかなとか、あ、なるほど、ポケモンを着たい場所だ、これ写真をシェアっていうボタンがあるね、そうだからあのハングアウトに出したり、うん、ツイッターに流したり、じゃあこれを今置きたいんだけどな、どこにどこに置くのじゃあこれラジオハングアウトに流してみよう、ちっちゃくとかはできないのか、これは、うん、今までたくさん撮った写真ってこれどっかにアルバムとして、うん、入ってるよ、入っている、うん、どこにあるんだろう、ポケモンっていうところになかったかな、ギャラリーから行くのかなそれは、いやギャラリーからも行けると思いますし、ギャラリー、そうか、まあ、Android の場合はね、あの普通の、Android しかしながらない、うん、あのフォルダーのやつで行けたり、ギャラリー行ってなんだろう、そ、あ、あった、その他、ギャラリーの下にその他があるから、その他のところにポケモン GO っていうフォルダーができてる。今まで撮った写真も自動的にポケモン GO に入ってるのかな、違うな、今まで撮ったのがあるからか、うん、そういうことか、なるほど、なんかカメラの性能が、うん、うん、あー、こうわざとなのかな、なんでなんで、あのね、近づきすぎると画面画質が落ちるというかボケるよこれ確か。そうですね。AR コアはね、うん、AR プラス使うとさっき見たら遠影、遠影っていう、遠影っていうか、うん、後ろがちょっとボケた、後ろ側にピントがあって近いところがボケてますね。うん、ああ、そうかカメラの機能によるのかなじゃあ。でかすぎ。でけえ。なんでどれどれ、こんだけでかけりゃ大物だな、 あらら近すぎますって出る、え、何を映そうとしていたなんか遊んでる、あーすごーいこれ撮っていい今、あ、どうぞ何を撮る撮れました、すごーい大物だ、確かにこれはでかいですね、でかいね、へー、オーケストップにシーケットが、これで1時間遊ぶ、あら、てくれたのでくるくるもしよう、これ、いやー、ビチビチの、いや、ビチビチのやつだね、ビチビチの新鮮なポケモンが映ってますよ、こんだけでかけりゃ食いがあるなってそういうわけではなくいかん、カメラで遊んで、はい、あのラジオが終わりそう、もう3分の1ぐらい終わり、あ、そうなんすいません、私が遊び始めたばっかりに、いえいえいえ、しかし今日もシケさんだけ冬、残り3人夏という、まあそうだね、うん、先週夏でしたけど暑いんだもん、ね、職場、うん、でも狩り牛着れるからまだいいんじゃない、うん、そうっすね、ね、早く狩り牛着たい、私の部署は内勤だから冬、本人が寒くなければ、何着てもいいんだ、狩りして OK、 私もそうですね、カリウシ着てますね、そうなんだ、さすがに本社から出してポロシャツやめれってきたなまあポロシャツはね、ポロだからポロウシがいいんだったらポロシャツも OK やろうって超拡大解釈が通った
まかり通ったっぽかったんだけど、私のところはポロイシュはダメなんですよ。あ、そうなんだ、はい、へえ、まあカジュアルすぎるからか。まあもうポロシャツですしね。あ、まあそうだよね。ポロシャツにただ印刷してるだけだし ね。逆にポロシャツ OK にしてほしいですよね、そこは。まあ ね、沖縄だとね、本当に、うん、暑いのでポロシャツも OK にしてほしいですけど、やっぱキリがないってことなんだろうな。だから今回、ポロシャツ、ポロシャツ、チノパンやめなさいと。あー、あー、まあ、チノパン、まあ、チノパン、そうだね。これもそれに近いな、うん、でも、IT 関係は意外と緩い方だよね、でも、うん、うん、うちの会社だと、まあ、まあ、起きないというか、日本だったらGパンは難しいかもしれないけど、うん、うん、チノパン OK のところもあるでしょうし、まあ、でも、私の会社のすぐ近くの、はい、某出印刷会社は超ラフですよ、うん、あ、まあまあ、クリエイティブなところはそういうのが多いから、うん、うん、私もそんなイメージですが、うん、印刷会社だと現場にも出たりするだろうから、うん、汚れるだろうし、うんうん、まあでも、うん、あのデザイン系はセンスが大切だったりするので、うんうん、まあ、IT 関係も、うん、IT 関係缶詰なるよね、うん、そうですね、うん、そろそろコケカツ、インカツは半袖半ズボンじゃないと辛いよ。そうですね、うん、だから今日はちょっと半袖でというか、みんな一応、あ、違うな、シーケさんがあれかロンティですね。ロンティシャツ外はこれでいいくらいだと、まあ、そうそう、そう、はい、外がね、ちょっと半袖で、うん、長時間いると寒いかな。あ、太ってる俺でもそう思う。へ、そうなの。だけど、うん、あの室内入ると多分俺は長袖だと、うん、暑くて死ぬなと思ってます、うん、ちょっと雨多いからね、今年ね。うーん、ということで、ポケモン GO、うん、GO スナップショットで楽しむと、うん、運が良ければ、うん、なプードルじゃなくて、なんだっけ、ドーブル、ドーブル、うん、ドーブルが、捕まえられます、うん、ので、撮影して、何回か撮影して、うん、で、まあ、ある程度したら戻ってで、うん、捕まえられるかどうか確認してみましょう、うん、ツイッター検索すると結構面白い写真いっぱい上がってるんだよね、うん、なんかそれ見てるだけですごい楽しいんだけど、まあね、うん、なのでポケモン GO ちょっとさらに皆さん写真上げてみてくださいね。上げてみて、今一応自分のツイッターの方に、うん、ここで撮影した、うん、ポケモンを上げましたけども、うん、ハッシュタグで FM うるまで検索すると今ヒットするかもしれないです。 FM ウルマのウルマはひらがなで僕は書いてあ、ひらがな、なるほど、はい、うんうんうん、ヒットしますということで、あともう一つニュースとしては、うん、なんだっけ、まあ、3月の、ポケモン GO コミュニティデーが決まったよってことで、3月、3月の3月、まずはコミュニティデー、コミュニティデー、うん、これがキモリが3月、うんうん、いつだ、3月23日なんだよ、23日、うん、23日の、アノマリーの日で、それがね、今までだと12時から15時だったのが、ちょっとずれて15時から18時になりました、ね、15時から18時、6時までだから、アノマリー オンタイムかと、アノマリー最中、最中だよね。そうか、東京アノマリーなので、うん、まあそうですね、3月20なんちゃっけ、うん、だからまんまですな。だから準備期間でずらしたのか、一応前々からね、12時から15時だと、うん、仕事終わってからできねえじゃねえかっていうのがあったり、うん、土曜日仕事の人もいるんで、うん、だったのでそれでずらしたのかなと思ったけど、今考えたら、イングレスの方で、うん、東京の方でさらにあるアノマリがあるので、大きいイベントあるからね、それでずらしたのかなと、うん、一応、うんと、3月23日ポケモン GO コミュニティデーのキモリが、うん、大量発生するということで、うん、で今までの時間よりちょっとずれて、3時間ずれて15時から18時になってます。ちょうど私お供がキモリなんだよね。ならばキモリの飴をいっぱい貯めて、まあ、その期間中、まあ、相変わらずルアーモジュールが3倍、うん、あ、3倍が3時間なったり、うん、卵をかかえるのに必要な距離が4分の1になったりしてます、うん、今までの時間だったらお昼時間にこっそりご飯食べながらスマホ立ち上げて捕まえられる範囲でってやれたんだけど、3時6時だったらもう無理だな。
学士学士学士だ、本当にしょうがない、あ普通のポッポやった15時18時って言ったら、うん、いや夜の6時まで、あのねイングレスがモロオンタイムだよ、混む時間帯ですね、車は、あ車も混む時間帯、そうだね、でも土曜日そう土曜日、土曜日か、うん、まああの、うん、車かカーブレスじゃないけど、まあ、車から降りて歩いてやりましょう、うん、歩いてあのあっという間に夜になるやつだ、ね、名古屋だったら21世紀の森公園あたり、うん、あそこポケストップいっぱいありますので、まあそうだね、あのポケモンもいっぱい出てきます、うん、まあ、ガジュマルのあたり、うん、ガジュマルのあたりも市役所まで駐車場ありますし、でも年度末でさ、お引越しシーズンなのにさ、うん、まあね、そうか大変だな、うん、あの石川近辺だったら石川市庁舎の方に、うん、ポケストップいっぱいあります、あの、うん、あたりも意外と楽しめます。あとはまあ、あのイオンさんの周りにも、うん、イオンさん、ソフトバンクさんありますんで、ヤフー、ワイモバイルです、ワイモバイルもあるよな、あっちね、確かね、うんうん、なのでということで、あとね、今回いっぱいあってちょっと読み上げるのが大変なんだけど、うん、あ、まあレイドウィークということでラティアスが今出てますよね、確か知らない、うん、2月の23日早朝から3月1日まで伝説始まってるってこと、うん、あの伝説ポケモン、うん、ラティアスが、うん、あの伝説レイドバトルに登場ということです、そうなんですか、うん、ラティアス、うん、だから今ラティアスが出てますけど、あのね、CCD コムと僕は人数少ないのでメタに絡むことできませんが、誰かいるかなと思って入るけど、なし、2名ってクラスになるので誰もいないっていう、ラティアスクラスになるとさすがに、うん、まあ、ハングアウトというか LINE とかで情報交換して行かれたらいいかなと、うん、そっか、うん、ということで今やってます、大量のラティアスがいる、今いる、去年、うん、あ去年のね、あ、いいな、だから色違いとかはいないですけど、そう色違い、うん、あと先週だから、ね、ポケモン GO 今回本当にニュースいっぱいあって、うん、先週このニュースの、うん、あ、このラジオの後に、うん、あのチーム変更があの、うん、できるようになったっていうニュースがあって、あれは大きいね、微妙に衝撃だったんだけど、うん、年1回でしたっけ、年1回、うんうん、チーム変更メダリオンにより、チームの変更ができるようになったと、うん、ということで、ショップから 1000ポケコインで購入できるチーム変更メダリオンを使うことで、うん、1年に1度だけ所属チームが変更を聞くよと、うん、まあペナルティじゃないけども、お金をかけてからチーム変更させないと、うん、頻繁に変えられても困るしね、これは1000ポケコインはなかなかですね、うん、いや、金融とか、あ、そうか、1000ポケコイン1000円だよね、うん、1000円だね、うん、1000円かけてやるので、うん、まあでも、あの、例えばね、この陣営嫌だって人にとっては安い、うん、か、あ、家族バラバラじゃんとかっていう時なんかでも、うん、まあ、一つにまとめやすい、揃えたいっていう時なんかには、あのカジュアルに気軽にこう陣営移りたいって人にはあんまり向かない、うん、まあ、1000円払ってまでっていうのはあるかなと、うん、まあ、そういう意味ではそれもまた年に1回しか変えられないので、うんうん、ストッパーにはなるかなと、どうしてもっていう事情の場合の1000円は、うん、安いよね、いいぐらいかもしれない、いいぐらいだよね、払えないことはない、うん、遊びでね、移る程度ではちょっと1000円は、うん、いや高いかなと、あ、実績もじゃあ全部リセットってことか、いや、その辺はちょっと書いてないけども、来ないか、どんななるんだろう、うん、やってみます、いや、その実験のために1年が1年が、シーケさんに至ってはレベル40が、ああ、そうか、シーケさん40までいったか、逆に言えばあのレベルリセットでも、ポケモン GO レベルリセットしても意味ないんだよな、でチーム変えたところで何が変わるってありましたっけ、同じチームで、はい、レイド戦とかやってるともらえる飴が、飴じゃない、玉が、白いボール、白いボールが増えるとか、あ、まあ、ではなくて、その変えた瞬間というか、うん、変えた瞬間、いや、それはまだ全然この情報にはないんで、うん、だから変えたことによって例えばレベルが変わる、落ちるとか、うん、なるととっても、あ、そうか、レベルそのままなのかな、レベルは関係ないんじゃないですか、ね、まあ、レベル関係ないしね、色変えるだけだと思うので、なるほど、うん、
そうだね、実績、例えば歩いた距離とか、うん、そしたらね、捕まえたポケモンがリセットにならないといけなくなるから、うん、それはみんな嫌なので、そうか、まあ、それはそのままなんだろうね、うん、ただ単に、ね、うん、色が変わるだけ。そしたら本当にね、あの、うん、家族で色が違う人とか向けにいいかもしれないです、うんうんうん、なるほど。逆にリセットとかかかったら、うん、やらないそう、そこで、まあが、うん、やらないですよね、うん、そこで端末ガーンって投げてしまうかもしれないな。イングレスがレベル1に戻るのとポケモン GO がレベル1に戻るじゃだいぶ違うもんな。だいぶ違うからね。そうですね、あの捕まえたポケモンのレベルとかも変わってくるので、最初の頃はね、うん、あの CP が100とか弱いのが結構捕まるんだけど、うん、強いのがいなくて、うん、でだんだんレベルが上がっていくと、うん、1300とか、うんうん、あの、まあ、スタート時点でも1500とかっていうのが捕まえられるようになるので、うん、そういう意味では、まあ、デメリットしかないわな、うん、多分リセットされたらざわつくと思う。そうだね。ということで、そっか、フレンドとかのつながりもあるから、それは維持されたままなんだろうね。いや、もう単純に本当にチーム変更って書いてるので、そうなんチーム変更なんじゃないですか。うん、チーム変更なの。だから友達が別のところで別の色で始めちゃった、うん、合流しようとか、うん、さっき言ったように家族で別々で始めたんだけど、うん、やっぱり一つにまとまってっていう時なんかにはチーム変えた方がいいかな。ポケモン GO でだからチームってそんなに重要性ないんだよね。だからさっき言ったように、うん、レイド戦の時にもらえる玉の数が増えるとか、うん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 、それぐらい、ね、それってね、あの大親友になれば親友同士で、うん、あの同じレイド戦に入ると、うん、あのなんだっけ、もらえる玉が大親友でプラスとかってなるので、何かあるね、うん、まあ、そんな、まあ大親友とか親友に関して言えば陣営が違っても別に構わないわけですよね。構わないからね、うんうんうん、それは、うん、このタイミングでギフトを開けるやつなら、あとね、ポケモン GO 関係ね、いっぱい言わなきゃいけないのがあるんで、言わなきゃいけない、まあ、うん、まあ、いろいろニュースがあると、はい、うん、今回は、うん、どこ行ってたかな、アプリ内に載ってない情報もありますよ。アプリ内に載ってない情報もあります。アプリ内に載ってない、うん、載ってない、え、そうなの、ニュースに載ってないってことですよね、つまり、うん、そう、起動した時に出てくる、確か載ってない、ね、言わないっていう言わないの、確か載ってない、うーん、載ってたかな、うんうん、あの、あれですよ、あれだね、ポケモン GO スペシャルウィークエンド、スペシャルウィークエンド、今情報今探してるんだけど、どこ行ったかなって、あれは4月だっけ、伊藤園の、うん、4月6日7日、うん、あのこの前、去年の、うん、ソフトバンクの、うん、スペシャルウィークエンドが終わりましたけども、うん、今度は、うん、あの今年の分の、うん、スペシャルウィークエンドが4月に開催されます、うん、わー、あら、止まっちゃったということで、今回は、今回は伊藤園、蔦屋、はい、セブンイレブンです。伊藤園、蔦屋、セブンイレブン、はい、そう、蔦屋がね、新しくあのスポンサーになってくれたので、あ、そうか、増えてるんだ、今回は蔦屋さん、うん、で、沖縄ね、セブンイレブンがないので、まだないんだよね、ちょっと悲しいですけども、4月には間に合わない、うん、あ、そうそう、4月には間に合わない、うん、で、蔦屋は名古屋の場合は今のうちなんだよね、今のうちいつまででしたっけ、今日まで、え、確か2月いっぱいだったような気が、明日までダメじゃん、そうなの、あ、じゃダメじゃん、そう、名古屋がね、蔦屋が撤退するということで、ポケストップも消えちゃうんだろうね、きっとね、そういうのってね、多分消えないと困る、ね、じゃあ今日帰りくるくるしていこう、うん、ただ、あの ポケストップだからな、これはイングレスだと某、うん、某ポータルはさっぱり移動も消えるのも遅いんですが、そうそうそう、だから、うん、ポケモン GO はあのね、ソフトバンクさんはさっさと移動しましたけども、割と対応が早かったようなね、うん、思い、うん、イングレスではあれで、ローソンさんが、うんうん、さっさか移動するよ、あし、時間かかったのも、まあ、時間かかるか、2、3ヶ月ぐらいかかるか、でも四半期ごとぐらいでやってるような、うん、感覚、いまだに生えてないところもなかったっけ、ありますよ、あの半年ぐらい生えない時あるよ、うん、だから、まあ、タイミング合わせて、うん、あの更新してる
風ではありますね、うん、やっぱり明日ですね、明日までなんだ、はい、じゃあということでってことはじゃあもう実質沖縄って伊藤園でしかスペシャルウィークエンドは楽しめない。いや、スタヤは、スタヤは、スタヤは名古屋があるよ、名古屋がちょっとあるよ。そうか、そうか、そうだね。名古屋になくなるからって全部、そうか、全島でなくなる、沖縄でなくなるわけじゃないよ。なくなるだけだね、スタヤ閉まるのね、だったわ。ということで、まあ沖縄では、伊藤園さんと、うん、なんだっけ、スタヤさんであります。あれ、そっか。そう、ね、入手方法がね、いくつかあって、全部バラバラでしょ、なんか全部バラバラで、伊藤園さんの場合は自動販売機に、うん、今回のイベントの告知のポスターやら、うん、ポップがついてる、自動販売機で、うん、これだったら伊藤園の自動販売機、そうそう、伊藤園の自動販売機で、うん、あれ入手方法さっきあったのに、伊藤園さんは対象商品にまたシールが貼られている、うん、まあ、イングレスではおなじみのガチャと言われている、うん、ガチャ、うん、ガチャとちょっと微妙になんかね、ガチャとちょっと違ってて、うん、ポップのついてる、自動販売機で対象商品、うん、多いお茶、緑茶、いわゆる多いお茶と、普通の多いお茶と、健康ミネラル麦茶、うん、まあ、600あるんだね、うん、でタリーズコーヒーの、バリスタブラック、バリスタブラックだね、うん、これも390ってちょっと多いんだな、うん、ちょっと太めのアルミ缶のやつなんだよね。そう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 、うん、なので、この3種類に貼られている、うん、シールを、うん、3枚一口かな、うんうん、シールを3枚一口で、うん、まあ、応募というか、サイトに行くと参加券が漏れなくもらえるということなので、うん、ただマイページ登録にメールアドレスを登録するので、うん、はいはい、まあ、1人1回ということは、うんうん、変わらずありますね、うんうん、だからシール3枚と登録するメールアドレス1個を準備して、はい、サイトに5なんだよね、そうそうそう、うん、そうということです。これもそれ以外やることないんですかね。そうだね、3枚、うん、漏れなくだからね、漏れなくなので3枚とりあえず、うん、まあ、お茶なり、うん、コーヒーなりを買うと、うん、買ってそのシールで、うん、まあ、申請というか、まあ、多分番号かなんかがあるからそれを入力するのかな、入力して、うん、いわゆるグッズ的なやつはないんですね。それイングレスの、 、うん、イングレスエージェントはよく訓練されてるので、ね、イングレスで伊藤園といえばそういう、うん、なんていうのかな、商品が当たる抽選がついてくるので、うん、通称ガチャ、うん、ガチャの茶はお茶になってるという、うん、伊藤園ガチャがあるんですけども、今回はポケモン GO の伊藤園のイベントということで、うんうん、参加券が漏れなくて、参加券もらえます、おかげでイングレスのおかげで伊藤園の販売機、あっちと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 、ね、今パッて頭に浮かぶから、ね、場所分かる、確実にあるのはあそこっていうのがもうすぐ分かる、そうだね、イングレスでよく使われてるのは、あそこの弁当屋さんとあそこの弁当屋さんとか、そう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 、うんうん、あそこもあそこもあの弁当屋さんですね。そうです。通じるんだよ、だから。そうだね。そう、やっぱり行くと一番最初からね、うん、イングレスのイベントの時にやってた、うん、自動販売機から、うん、ほとんど変わってないという。うん、そうそう。で大体場所を覚えるんだよね、もう。で、もう過去にも何回、3回ぐらいやってるのかな。うん、やってるので。やってるんだけども、うん、その時もその自動販売機で、うん、イングレスの場合はやってたので、うん、多分今回もそこでやってくれるだろうと。うんうん、お願いします伊藤園さん。ありがとうございます伊藤園さん。もう本当にイングレスのキャンペーンの時、ここ入ってないとか言いながらもう、うん、もう目に入った伊藤園全部回ったんだけど、そうそう、ね、ポップがないともう当たりか外れかっていう、うん、そうですね、今回はもう全部の販売機に入るだろうね、うん、きっとね、いや、多分今回またポップがあるって書いてあるので、まずはポップを目指していきましょう、うん、ということで伊藤園さんには、この前の沖縄であった、うん、ファーストサタデー、うん、でもなんか伊藤園さんあったんだよね、はい、お茶があったということで、ありがとうございます、ありがとうございました、4、5本いただきました、あ、そうなんだ余ってたんで、なので本当にスポンサードしていただいて、うん、ありがたいです、うん、とっても助かってます、うん、というか、この前ようやく飲み切ったよね、
あのあれでも早い方なんだよ。早いけどさ、うん、今までだったら何ヶ月もかけてこう、ね、飲んでたんだけど、何十本も、ね、1回あたりね、1000冊2枚ぐらいこう準備しといてからあのガチャコンガチャコンって自動販売機に突っ込んで、あのマイバッグに入れて、うん、マイバッグ2袋3袋ぐらい、うちらそういう意味では少ないんだよね、うん、少ない方だった。今回多い人はね、階段にこう山積みになってるとかってことは、うん、今回は3本でいい、うん、そうそうそう、3本でいいだよね、1人当たり3本でいい、買い占めなくていいではあるんだよね、うんうん、もしくは、うん、勢い余って買ってしまって、あ、でも、うん、どなたかにお裾分けする、ね、まあお裾分けだね、まあ、シールお裾分けでも、うん、ていうか、まあ、ね、CCT コムだからお茶飲むので、うん、僕が実は言うと多いお茶飲めなくて、うん、あのウーロン茶もちょっと飲めなくて、うん、あの麦茶しか飲めなかったんですけど、唯一麦茶だけだ、今回麦茶があるので、うん、僕は3本麦茶にします、うん、そろそろ、あのキャンペーンとは関係ないんだけど、コンビニに売ってる多いお茶はまた別のキャンペーンがやってて、うん、あのラベルにある応募券を12枚集めて送るっていうキャンペーンがやられてるんだけど、うん、あの綺麗な桜のラベルが目印なんですけどね、うん、はい、それの、 あのキャンペーン の、 その商品がだいたい旅行だったりするんだけど、はい、日帰り旅行だわけよ北海道から沖縄まで日帰りだったら当たっても旅行行けるじゃない。まあまあそうだね、もうすごい今回やるけど私仕事の休みであれだね、うん、そうそう、販売機行っても伊藤園買って、うん、コンビニ行っても伊藤園買って、はい、で旅行もやってます。でできるだけポータルが多いとこ当たるといいなとか思ってるんだけど、まあ、それだと東京だようん、日帰りとかあるんですね。日帰りってことはもう朝早いんですかね。だからね、まあ、朝行って、まあ、夜最後の便ぐらいで帰ってくるのかな、うん、でも伊藤園が絡んでるから絶対これポータル多いところとか選んでくれてるよねっていう期待はあるので今からどこ行こうかなって思ってるまだ当たってないということで、あの、うん、まあ、最後情報最後まで、うん、スペシャルウィークエンドの伊藤園さんは、うん、イベント自体は4月の6日の朝10時から20時、うん、あの夜の8時までの期間になってます。さっき言ったように応募券じゃない、うん、ね、3枚のシールで、うん、参加券を、うん、あのもうゲットしてから、うん、イベント自体は4月、6日の土曜日の朝10時から20時になってます、うん、でその間にアンノーンやらいっぱい出てきますので、早い地域は市民始まってないかまあ沖縄だとそうだね生命祭始まってないか、うん、4月6日だと、うん、可能性なきにしもあらず、うんうん、なるほど。ツタヤもツタヤも確かツタヤも一緒だったよね。ツタヤもツタヤはどうやってゲットするんだろうね、参加券。ツタヤは、うん、なんかお買い物、ちょっとハードルが、うん、ツタヤとかね、あのツタヤプレミアムをご利用中の方、プレミアム、うん、なんだっけ、ツタヤプレミアムとは、うん、お店で旧作 DVD ブルーレイが借り放題、返却期限延長料金なし、うん、みたいなサービスです。じゃあのサービス、うん、結局なんていうのかな、まあ、今言ったように新作旧作が、うん、まあ、借り放題ってことなので、あの、まあ、包括して多分いくらぐらいかな、金額ちょっと調べてないんだけども、うん、結局あのネットフリックスとかネットで あの動画を見る層に、アピールしてるようなサービスだと思います。若干なんでもないですなのでちょっとあのハードルが若干高め、まあ今利用中の方はもうそのままですね。そう利用中の方は、あ、1ヶ月無料お試しご利用中の方も対象。おということで、なので、詳しくはあのポケモン GO を伝えて検索していただくとヒットします、多分。で、まあ、沖縄あまり関係ないですけども、セブンイレブンさんは、まあ、期間は、うん、開催日は4月の7日次の日日曜日で、セブンイレブンさんのこの抽選券じゃなくて、参加券もらえるのは3月の15日から、うん、15日から700円以上買い物された方なんだけど、その時に、うん、セブンイレブンのアプリ使って買い物した方っていうんだけど、結局セブンイレブンアプリ
が、うん、多分、まあ、なんだっけ、ポイントカードというか、セブンイレブンの会員証みたいな形で、うん、そこにデータが入るような感じかな。あ、そうか、ローソンでもアプリあるからね、ああいう感じなのかな、うん、これも多分あの漏れなくバージョンだと思います。セブンだからって7日で700円なんだ。そういうことか。なるほど、うん、あのもらえるようにって書かれてるので、漏れなくもらえます。あ、はい、そうか、うん、イングレスはローソンでポケモン GO はセブンなんだね。セブンなんだよ。おー、うん、だから、沖縄のセブンがね、今年来るんだっけ、夏ぐらいだっけ、今年の夏だから、うん、まあ、今年の終わりあたりから来年にかけてはセブンイレブンが来るので、うん、こういうようにポケモン GO のイベントがあった時に、うん、ああ、ちょっとあの楽しみ増えるね、うん、楽しみが増えます、うん、じゃあ僕はローソン。ちなみに余談ですが、今、はい、試しにGoogle 先生に聞いてみたら、うん、こっから一番最も燃えるのセブンイレブン、うん、セブンイレブン、イブスキ大川イブスキ大川大山店か、直線距離に直して593キロ。イブスキはでも別の意味で行きたいんだよね、ポケモン GO 絡みで ね今回イブスキがね、イーブイスキーで、あ、そうか、そう、そう、マンホールがイーブイのデザインっていうのが、うん、そうか、あの EV と、うん、あの EV が進化した先、シャワーズとか、あ、いろんな種類のね、いろんな9種類かな、 EV 入れて9種類の、うん、マンホールがあるということで、うん、デザインちょっとネットで見たけど可愛いんだよ ね、 それ現物見にだったらイブスキー行きたいな、うん、この EV 好きってのはちょっとびっくりしたな、ね、EV 好き、 EV 好き、 EV 好きってね、イブスキーいいね、鹿児島か。判決問題ありますけど、マンホールカードで、うん、のに指宿の、ポケモンバージョンが出たらすごいだろうな。まあね、まだ出てないのか。分からない。でも作ったら絶対出ると思う。確か行くと思う。マンホールカードで鳥取だっけ、コナンは。そうなんだ。ああ、はいはい、多分確か鳥取じゃなかった。コナンコラボでなんかコナンのマンホールの、マンホールカード出したら一瞬で履けたって話聞いたんで。そうなんだ。はあ。そうね、うん、ダムカードもあるし、マンホールカードもあるし、うん、ちょうど、うん、たまたま見た某テレビ局の番組でやっぱマンホールカードの話をしてましたけど、うん、ちょっと情報が、うん、新しすぎて、あの指宿の話はなかったけど。そうなんだ、うん、あのちびまる子ちゃんの、うん、あのマンホールとかで同じようにマンホールカードを配ってるよって話があったので、うん、マンホール好きの人をマンホーラーと呼ぶという。そうなの。なんだそれ、初めて聞いたよそれ。言ったもん勝ちですか。言ったもん勝ちだと思ったけど、まあ、確かにマンホールはね、あのイングレスポケモン GO もポータルや、ポケストップになってたりしてますから、うん、確かマンホールこうカラーバージョンの割と走りなの、私ナゴっていうのを何かで見てへーと思ったって、あのほら、まあでも、うん、桜と目白のやつ、 あ、 あ、 ね、うん、あれって聞いた。あー、なるほどね。でも全国的に今ねカラーマンホールいっぱいあって、ね、いっぱいあるよね。金町とかにもなんかあったよね。金が今すごいですね、うん、あの金の、 あの総合運動公園かなだったっけ、うん、運動公園ちょうどねポータル、僕なんかイングレスで行った時にポータルがあって、うん、奥の方まで入ってた時に、うん、マンホールがガン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 、かわいいって。ただね道路の真ん中なので、うん、ポータルにできませんでした。さすがに危ないので、うん、車通りは総合運動公園内なので、うん、あの少ないですし速度落としては知ってはいるんですけど、車道にあるのでそれはちょっと危ないかな、うん、あちこちある中でどっかはでもマンホールがポータルになってたんだよね。確か金 の、 あの中の方かな、うん、中の方はね、うん、1か所だけ。沖縄市もあったと。沖縄市も申請したけど蹴られた、はい、あ、そうだっけ、エイボーのやつ、そう、エイボー、 あると思う。あの僕が申請したのは蹴られた、うん、あのなんだっけな、一番街、うん、一番街の中なので、なんていうのかな、ストリートビューで確認できないということで、うん、そうだね、蹴られちゃいましたけど、それも綺麗なのね、うんうん、イングレスでなんかマンホールミッションとか確か作ってる人だよね。いや、作ってるのもあったね、うん、沖縄県各地のね、はい、いやということで、あの指宿に行かれる方は唐突に、ね、EV のマンホール探すといいかなと。一番近いんですかね。近い、まあ、今だとね、時間的に
まあ時間的にはまた、うん、あのね福岡とか、うん、あの鹿児島とか、金額的に直行便が行っているわけではないのか、一旦、うん、だからね、そうか、鹿児島かあの辺あたりで降りて、単純に最も近いったら鹿児島空港降りてすぐ出たらセブンがあるんで、あ、そうなんだ、鳥島市ですな、うん、単純に言えば、まあそうだね、か福岡空港か、日数的には福岡の方が多いんで、うん、圧倒的に、うん、まあでも同じ日ですしねね、2つやったところでなんか、あ、そっか、うん、アンノーンの種類が違うのか、種類が違うかもしれない、うわなのでうわぁガチ勢はやるだろうね、やろうと思えば新幹線 で、ね、ワープ室ってのができそうだなで、それをこうフレンドから分けてもらうと、うん、交換で、アンノーンを分けてくださいって、そうだね、交換しましょう、今交換できるから ね、 ね、まだいいね、かなりの課金アンノーンがだ、ね、始まった瞬間東京周辺で やってある程度と捕まえてから近くののぞみ乗って名古屋移動して行けたや、それはそれででもやる人いそうできそうな気がするな、いろいろありますね、ね、あのイングレスポケモン勢は、今度の3月の23日は大変ですけども、うん、現地組はねポケモン GO できないと思うけども、うんうん、あの現地外の、うん、人たちはポケモン GO とイングレスを一緒に頑張ってみましょう、ね、多分同じようにグローバルチャレンジありますので、ね、グローバルチャレンジの合間にやっていきましょう、うんうん、そうだね、多分ねデイワンで、取ったところもリセットかかるんだよね、多分その期間中ってことなので、うんうんうん、そうだね、デイ2の期間中にユニークキャプチャー、うん、1人じゃなくて陣営でユニークキャプチャーってことなので、うん、例えば2人がキャプチャーしても 1箇所っていう計算なので、うん、だからこう私個人的なイメージとしては、あ、地球規模のビンゴカードねって思って、あ、そうだね、穴を開けてって、そうそう、どんどん穴を開けていくっていう感じで、うん、でその数が多い方ですね、うん、そう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 、うん、割とこう人があまり行かないようなところをっていう重点的に、ね、重点的に行こうかなと思いますよ、うん、はい、うん、ということで、こんな感じですかね、うん、忙しくなるな3月3月ね、リアル忙しい、やっと確定申告しただらけしたのにそう、3月はね日本リアルで忙しいのにね、この中で転勤の人とかっていないよね。ない。私は違います。今のところはないけど、うん、そうね、お引越しとかさ、お引越しで、ね、まあ、お引越しはお引越しで、あのポケモン GO イングレス勢は、うん、新たな新天地ということで、まあそうだね、できますけど、うんうん、でも同じゲームやってるってだけでなんとなくこう親近感湧いて、そうだね、こうね、うん、早く仲良くなりやすいかなっていうのはあるね、うん、味方だったら、うん、味方だったら敵だったら有名だったりするこの人がってなったりするから、あなたがあの有名なとか言われるよそちらこそあの有名なわかんないですけどうーん、沖縄では、まあ、なかなかあれですけど、うん、まあ内地だと県をまたいだりとかは、うん、あ、そうだね、沖縄よりは容易なのかも、そうだね、あんま変わんないですかね、うんうん、あ、でも、うん、あの沖縄県内でも、うんうん、あの北部で暴れていたエージェントさんが、うん、宮古、八重山の方か、八重山の方に移動した時は、うん、衝撃走ったからね、うんうん、そうだね、で最近は全然活動されてないのでどうされてるかなっていうのは、なんでポケモン GO のギフトも来ない、ポケモン GO のギフトも来ないしレベルも上がってないしあららなので、まあ、全然今やってないのかなと、ね、うん、で実際に会ったことないけども、うん、イングレスでは、うん、まあ、エンライテントとレジスタンスで別々で分かれてて、うんうんうん、ポケモン GO では、フレンドコードをさらしてくれたので、うん、あのフレンドになりましたけどやっぱ動向が気になりますね。ちょっとやっぱ心配になるよね。うんうん、まあ、そうね。私も移動した上司とあのフレンドになったけど、最近ようやく送られてくるようになったから、元気だなって思える。ようやく復活したのかなと。うん、
赤ね、あの季節の変わり目なので、はい、あの体調崩しやすい時期なので体調管理しっかりして、しっかりして、うん、楽しく元気に3月も駆け抜けていきたいところですね、はい、そうですね、あの受験生じゃないな、うん、今度3月1日卒業式だって、うん、あ、そうか、そうだね、うん、卒業式、あ、そっか、この金曜日、うん、あさってですな、うん、卒業生の皆様はお疲れ様でした、ね、新天地頑張ってください、ね、うん、高校、高校だよね、高校、うん、高校なので、うん、新しい大学に行ったり大和の方に行く人もいるだろうけども、うんうん、新天地でポケモン GO をやるイングレスをする、うん、ああイングレス大変だな、うんうん、でももう実際にその街を歩かないといけないゲームだからいいかもしれないよね、うん、まあそうだね、新しいところ行けばあれだそう、うんうん、そうということで帰ってこれなくなりますよね道が分からなくていや、なんだっけな、ナビゲーションをオンにしとくんだよ。ああ、なるほど、ね。元のところにオンにして、うん、というかもう、55分、うん、もうそろそろ56分なので、はい、タイムキーパーさんから言われて、はい、いきたいと思います。はい、今週もイングレスコーラージ聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。最後の曲は、山本紗恵さん、はい、エージェント名スカイウォーカーさんの曲で、今週も終わりたいと思うんですけども。は、うん、い。何をかけるんだ、今週は。最近ね、ちょっと、山本紗恵さんの情報あまり仕入れてないんだけど、うん、最近 Google プラスの方で、うん、このイングレスソングというアルバムの2が出るような、うん、おー楽しみー最高に楽しみ、わー一応まだかっこ加盟ということでイングレスソングの、うん、なんてジャケット書いてる人が、うんうんうん、2用に書いてるよって話をしてたので多分出るはず楽しみまだ確認してないですけど出たら買います、うん、うん、買いますということで東京まで出るかな、ね、間に合ったらいいんですけどね、あ、そうだねあ、そっか、半歩会、うん、半歩会がある確か半歩会に確か当たったんだそのイングレスソング、山本紗恵さんの曲、うん、まあ、多分、なんだっけこれの名前の方はスカイウォーカーさんで書いてたと思いますけども、うん、スカイウォーカーさんがやっていた、うん、ラジオのオープニングの、うん、リンリンリンクアンプで終わりたいと思います、はい、だったよね、うん、うん、それでは来週までさよならさよなら